菅直人でございます。今日はありがとうございます。強い経済と強い財政と強い社会保障を一体として作り出していく道筋を皆さんにお示しをし、それを実行してまいりたいと考えております。社会保障にお金がかかるというと、いやそんなに負担が重いと大変だねと皆さん思われるんじゃないですか。最後にもっと多くの人が老人ホームや在宅介護の仕事に当たることができるとしたら、社会保障という分野は最も大きな成長分野だと思います。いかがですか。発した結論は、不幸になる要素をできるだけなくしていくことこそが最小不幸の社会を目指すということを私の信念にしてまいりました。なぜ最小不幸という言葉を使ったかと言いますと、幸福というのはですね、いろんな形があると思うんです。ですから幸福を求めることは大いにやってください。しかし政治でなければ、選挙でなければ止められない、なくすことのできない、そういう不幸の原因を一つでも二つでもできるだけ少なくすることこそが、私は政治の仕事、政治の役割だと思いますが、皆さんご理解いただけるでしょうか。お天気のせいでもありません。温暖化のせいでもありません。政策の間違い、政治の間違いがこういう日本の経済の低迷、社会の低迷を招いたんだ。つまり間違いがどこにあったかを徹底的に調べない限り、いくらいいことを言ったってできるわけはないんです。コロナが増え、需要が増え、仕事が増えていけば、必ずや日本の経済はより良くなっていくわけでありますから、そうした道を私は財界の道と名付けて、私たちのこれからやっていく経済政策の柱に据えようと思っているわけであります。どうもありがとうございました。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 20年間、何かこの日本がいろんな意味で閉塞感に苛まれてきたように思えてなりません。元気のいい日本に、元気のいい日本に、みんなの力でもう一度この日本をしていこうじゃありませんか。どうか皆さんよろしくお願いします。